口聞いたげない。昨日さっき帰ったからすっげえムカついてるし、ハルさん携帯かかってきて行っちゃったから待っててくれるって言ったじゃん。そうだよ。だから舞は怒ってるわけ。舞一人で帰るの嫌いって知ってるのに先帰る。この頃さ、難しいこと考えてる。それで舞のことどうでもいいって思ってる。帰りにアイス食べさせてくんなきゃ許さん。本当？やった！ラッキー！舞ね、舞ね、昨日アイス食べ行けなかったからすっげーアイス食べたかった。じゃあね、じゃあね。むう、口聞いてあげる。絶対あの子、舞に興味あるんだと思うな。絶対絶対、わかるんだってば。あのね、舞はね、可愛いって評判なんだからね。わあ、なんかバカにされてる気がする。え、カウンセラーの先生じゃん。始業式ん時紹介された。そうだよ。あのお姉ちゃんだったよ。男子とかピューピュー言ってたじゃん。教室にも挨拶来た。舞の方が頭いい。キキ、アイスアイス。クランベリーとヨーグルトとチョコチップのないアイス嫌い。チムは？モッツァレラクリームが一番好きかな。ハルさん、抹茶とか好きだ。タマは人の好みを勝手に決めない。じゃあ、ウジキンとき。ゲーセン先。制服着てるから見つかるとうるさいよ。ちょっとくらい平気。ゲーセンってうっさいよね。私ゲームセンター初めて。
うしよう。たまちゃん何するの？めちゃめちゃだよな。みあはっはっキャッキャッハウ。やった、クリア。タマちゃんすごい。チカね、途中でどうなるかと思っちゃった。キキキ、うちでガモとやったもんね。ねえねえ、ハルさんもやったら？いや、私はいい。おもしいからやりなよ。はるかちゃん、やってやって。こんなもん。ハルさんすごい。なんでなんで？一年の時優等生だったんでしょ？なんでうまい？いや、ちょっとやり込んだことあるから。楽しかったね。チカ、ゲーセン初めてだったからすごく楽しかった。うん、また一緒行こう。うん、行きたい行きたい。あ、じゃあタマちゃん、また明日ね。じゃあね、バイバイ。面白かったね。ケーキ。あ、そうだね。うん、いい。さ、元気になった？ってさ、この頃暗い感じだったから。なんかあった？
ミミちゃんっている？あのね、ミミちゃんの友達見たって言ってた。タマちゃん本当？本当本当。アルカちゃん本当だと思う？都市伝説だと思う。本当だよ。ハルさんも見たら本当だと思うな、きっと。見たらね。ねえ、だって本当だよね。知らないの？みんな知ってるよ。あのね、本当の話だ。お月様ね、まん丸の夜ね、夜中の12時に自分の影に話しかけると影返事すんだって。でね、その後ね、影走って逃げちゃう。それでね、影が逃げちゃうとね、だんだん姿が消えてって100日で死んじゃうんだって。マイ聞いた。本当だ、怖い。怖いよね。怖い。ハルさんは怖い？どうして？だって影が返事したら怖いじゃん。返事しないし。だから返事したら。だって返事しないから。ああ、もうハルさん違う。タマちゃん、ハルカちゃんそういう話信じてないから。だってチムは信じる？あのさ、何考えてる？あのさ、なんかね、この頃ね、ずっと難しい顔してる。そうだよ。あのさ、あんま悩むと病気なっちゃうんだよ。なっちゃうんだよ。なんだっけ。あ、そうだ、病気なる。そうそう、
だからさ、カウンセリングとかしたら？なんかね、みんな言ってる。悩んでてもすっきりすんだって。ない。まあいい、元気だし、カウンセリング室行ってみたい。行こう行こう。ちょっと行きたい。こんにちは。2年の玉木舞子。じゃない、こっちこっち。なんかね、変なの、病気になっちゃうかもしんないから連れてきた。あのね、駅でね、なんか見たんだって。前も一緒だったけど、そんなの全然見なかった。それからずっと暗い。でね、でね、前ね、風邪だって思った。でもね、くしゃみしないし。わかったわ。ただ、一人でいらっしゃい。彼女と一緒じゃ、話もできないでしょ。失礼します。じゃ、また今度。今度だって。キキキキキ、彼女って言われちったぜ。見てたんだ。やらしい。え、笑ってないじゃん。笑ってないよ。まあいい、ちゃんと見てた。笑ったらわかる。死んじゃうかもしんない。この頃ね、勉強ばっかしてる。頭わーってなってる。ほんとだ。ハルさんとチムがね、勉強しないと解散って前残される。もう死ぬ。もう
勉強嫌いなのにな。あ、そうだ、ねえねえ、違う、あのね、舞ね、バイトしてっから遊び来て、カルさんもジムも来てくれた。わかった。じゃあね、じゃあね、迷惑でないとき遊び来て。うん、まあいい、いい子だし。でさでさ、そのプリン全部食べたら1万円なんだって。あ、でも大きいんでしょ。バケツくらい。はるかちゃん、どうする？食べきれるわけないじゃん、そんなの。やってみないとわかんないかもよ。胃袋って平均して3リットルくらいなの。バケツって何リットルあると思う？でもバケツカフェ俺飲んでたよ、全部。誰が？ね、大食い名人の人。じゃあさ、プリンじゃなくてゼリーだったら？同じ。やった！終わりだ！いちごミルク、アイスでもいい。後でカウンセリング室に矢野さんが呼んでましたから。そう、何かあったら。あ、別にいいわ、ごめんなさい。どうした？
待ってたわ。座れば。何を見たって？出て行け。こっからもわかんだけどよ、昔の人はな、あの世を別世界とは思ってなかったんだな。よもつ平坂って峠を越えると死後の世界になるんで、今だとな、国境とか赤道とか日付変更線みたいに考えたわけだな。脇道だけどな、例えばよ、オーストラリアの先住民はだ、夢の世界が現実で目覚めてる時は幻だと思ってたしよ、欧米でもカメラが生まれた時には目には見えない世界を映せる機械だって考えたわけだしな、どこかにここじゃない場所があるっていうのは世の東西を問わずに共通してたわけだ。読まない。バカ玉は少しくらい読め。読まないようだ。
目いったれしとなすままきりてらちうてではしりまるいとくとすてれんのになまててんしりまりはしりにままきちいそさてとひまといすましはのすちそにんちんち。そう、それで打ててはしりまるいとふと捨てれんのにななっててんしり。あのさ、舞さ、日曜暇だ。遊び連れてけ。そっかな、どっか遊び行きたい。楽しいとこ、つまんなとこはいいや。そうだね。なんか食べたい？キキキ、そう。
チュッチュチュッチュッ。すごい、本当だったんだね。チュッチュッ。おはにょー。すっげー眠ー。眠くて死ぬかもしんない。あのね、昨日ね、電話来た。女の子、ガモにかかってきた。携帯知らないんだから、クラス違う子だ、きっと。それね、隠れて聞いてた。なんかね、告白されてたみたいだった。なのにね、ガモお断りしてた。好きな子はいないけどとか言ってた。だからなんで付き合わんって聞いたら、姉ちゃんに関係ないからとか言いやんの。ガモのくせにすっげー生意気。お母さんね、ガモんとこいっぱいかかってくるって言ってた。なんかさ、すげーモテるらしいよ。バッカみたい。ん？昨日って？何見た？一緒帰ったじゃん。そんなことあるね。ハルさんたちとカラオケ行ったし、まあいい、新しい振り付け覚えたから見せたかったんだもん。あ、チムだ。おはよう、チム。ラベちゃん、おはよう。行ったよ。はるかちゃんも一緒だったよね。何が？ああ、カラオケ行ったけど、どうした？なんかね、変なこと言う。昨日カラオケ行こうって探したけどいなかった。だからみんなで行ったんだもんね。
あんね、この前ね、ガモがね、ビデオ借りてきた。呪いのビデオ、ほんとすっげー怖かった。死んだ人がバシバシ出て、最後まで見たら死んじゃうって言ってた。だから最後の名前出るとこ見なかった。ジム全部見たんだって。ねえねえ、まあいい、セーフだと思う？わかんない。でもガモは全部見たから危ないと思うな。姉ちゃんキャーキャーうるせえって言ってたけど、怖いから仕方ないもんね。なになになに？言ったっけ？そうだっけ？嫌なの？みんな知ってるよ。あのね、西学区の子、本当にあったって。満月なんだって。彼氏にね、振られてね、帰り遅くなった。それでね、一人で寂しいから影にずっとお話ししてたんだって。そしたら影がね、影しか話し相手がいないなんて寂しいやつだなって。それでじゃあもっと寂しくなればいいって言って走って逃げてったんだって。でね、その子ね、影なくなっちゃったの恥ずかしくってお家から出られなくなって、それで頭変になって死んじゃったって。でもね、でもね、まだあるんだって。逃げた影ってね、夜ね、一人であちこち歩いてんだって。それでね、寂しい人を見つけるとね、その人の影と入れ替わっちゃう。それでその人のこと乗っ取っちゃう。でね、追い出されちゃった影は一人で他の影のこと追い出すんだよ。この頃どうした？
かんな、わかんないけど。あんね、ジムとかハルさんも言ってた。ハルさんね、なんか取り付いてるんじゃないかって。ハルさん幽霊いないって言うくせにそんなこと言う、なんかずるい感じする。うん、だってテレビで見たし。病院でね、ベッドでね、でね、ジュース飲んでね、ゲホゲホってむせてんの。大人なのにかっこ悪いとか思ったけど、まあいい。持ってったのグレープフルーツジュースだったのに赤いの口から出てた。血だった。すげえ。まあいい。チー博の初めて見た。テレビみたいで面白かったぜ。うん。今日休み。なんで忘れる？私見てない、いつもなんか考えてる、一人でどっか行ってるし、だからそうかなって前思った。そうじゃない、なんかされてる。うん、そうだけど、どっか行っちゃうみたいな気する。舞のこと置いてっちゃうんだって思った。心配しちゃった。朝迎え来てくんなかったら、まあいい、ずっと遅刻だとか思ったし。あとね、ジムにね、宿題見せてって言うとハルさんすっげー怒る。だから
ながらどうしようかなとか心配してた。だって心配するじゃん。好きな子できたらその子んとこ行くよね。うん、朝迎え来てくれっかな。キキキ、そうでもないよ。